柳大橋柳大橋は埼玉県秩父市城下影森と同区名の間で荒川に架かる秩父市道幹線74号の道路橋である。元橋は荒川河口から 128.0km の位置に架けられ橋点 160.1m、総福メ 7.6m、有効福メ 6.9m の五景観の上自式、プレートガーダー橋である。歩道は 柳大橋速道橋として上流側のみに設置されている。高欄は鉄製で橋の両側のほか車道と歩道の境にも設置されている。上流側の高欄は下流側とは異性が異なり、高さがやや高くなっている。橋の管理者は秩父市である。下国那地区の生活道路となっている橋で、下下段旧域の荒川の流路沿いに連なる川沿いの 定地にかけられ、右岸側取付道路は高さのある段球崖に接し、その地形に沿った縦断勾配のある U の事情の線形を有している。橋を通る路線バスやコミュニティバスなどの公共交通機関は設定されていない。元橋の橋長は160.1メートルで、秩父市管理の橋としては桜橋、大久保橋に次いで、柳大橋の開通式。 奥の山は、武功山。橋が架けられる以前は150メートルほど、川下側に、柳の渡しと称する1714年に、開設された、都線一層を有する施設の都線上で対岸とを結んでいた。なお、荒川の下流の東京府北豊島郡下村に、村営の渡し場である、別の、柳の渡しも存在し、1913年の、 荒川放水路の改作により廃止されている。この都船場の名前は、柏木瀬の渡しとも呼ばれ、現在の橋の矢や下流川のあたりに存在し、近傍に柳の大木があったことからそれにちなんで名付けられたと言われている。都船量は通常は一人十二分で、増水時は一人二十四分であった。徒歩のみで馬渡しなどは行われなかった。都船場には、 水新種が鎮座していた。冬場の水量の少なくなる時期である11月25日から3月31日までは木造の仮橋が架けられていた。明治時代までは船頭が都船の運営を行っていたが、大正時代以降は下船地区の住民が交代制で都船の運営を行うようになった。大正時代の土船料は徒歩は一人二船、自転車は三船で、 地元住民は一世帯で二升の麦を地区に収めることで無賃で利用できた。柳大橋は昭和30年頃に木造の橋として仮設され、三大夫婦がいるものにより橋の渡り染めが行われた。橋の名前は私と同様、橋のたもとにある柳の木にちなんでこの名が付けられた。現在の橋は、な地区より養蚕や椎茸、牛乳、 豚などの農作物の運搬の円滑化を目的に農林漁業用揮発油税財源見代わり農道整備事業により整備された農面道路橋である仮設工事は埼玉県が事業主体となり4か年継続橋の完成後は県から市に引き渡されたまた橋に合わせて接続するように右岸側848メートル左岸側1347メートル 福音5メートルの道路が新設され、橋の完成前には強用されていた。これまでは、船橋を渡り荒川村を経由するか、桜橋を渡らなければならなかったが、この橋の開通で、船地区から市街地までの道のりは約半分に短縮された。開通当初は、福音は4.5メートルで、歩道は設置されていなかった。歩道は、柳尾橋側道橋として1989年、 着工し、同年に完工したご景観の単純合成後半桁橋として、季節の橋に一体化するように仮設された。橋の右岸が頭とには、現在も柳の大木が一本立っている。柳大橋より下流方向を望む。付近の荒川は、下流側の共栄川橋にかけて大きく、エースの地上に極流する潜入蛇行地形となっている。この地形は、 トモ川の蛇行と呼ばれる。付近の川床の平均勾配は4から6パーミルである。左岸側は蛇行の内側で、滑走斜面を有する高低差の少ない比較的焼けた地形に対し、右岸側は高低差がある切り立った断球崖が形成され、その断球崖を登った断球面上には秩父の市街地がある。付近は下流側に隣接するトモ川橋とともに、 生流保全実施計画区域に指定されている。また、この付近の荒川では、アユが釣れ、ここで取れたアユは、古くから、秩父アユと呼ばれ、全国的に有名である。柳大橋から、上流側の船橋にかけて、浸水公園を整備する計画がある。ABC、秩父市橋梁町寿命化修繕計画。秩父市地域整備部地域整備部道づくり化線化 P5、2014年7月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年12月13日閲覧。AB、企画展、荒川の橋、荒川、隅田川の橋、荒川下流河川事務所。2005年11月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年1月7日閲覧。 荒川人文2荒川総合調査報告書3231ページ AB 秩父市市続編3369ページ西部観光バス路線案内図西部観光バス2020年2月16日閲覧秩父市内路線バスのご案内秩父市2015年3月17日閲覧 ABCDEF 歴史の道調査報告書 第7週荒川の水運40、73ページ。荒川人文2荒川総合調査報告書3214ページ。歴史の道調査報告書。第7週荒川の水運24、67ページ。ABC 保存版秩父根弱写真帳83ページ。AB 流大橋百六十九年六月十3日。 土木学会附属土木図書館協力紙年表。2014年12月12日閲覧。ABCDEF 章は44年4月12日、埼玉新聞5ページ。AB、秩父地域自然環境現況調査報告書。秩父盆地北西部、小玉木丘陵,陵とその周辺地域33ページ。AB、柳大橋上下流域荒川清流、保全実施計画。 秩父市 P52014 年12月12日閲覧秩父市議会だより第33号秩父市議会 P82014 年11月29日閲覧平成23年2月定例会一般質問質疑質問答弁全文埼玉県議会2014年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ 2015年1月7日閲覧、ありがとうございます。